こんにちは、アニです。今日はデラックスガイズメモリーディスプレイ、こちらを見ていきたいと思います。はい、デラックスガイズメモリーディスプレイなんですけども、ウルトラマンメビウスに登場するガイズの隊員たちが持っている通信機器になっております。まあ、いわゆるなりきりアイテムなんですけども、当時の子供はね、やっぱりガイズの位置になりたくてこれね欲しがったんでしょうね。僕も今メビウス見ているんですけども、欲しくなって買っちゃいました。それではパッケージ見ていきましょう。まずは上部のベロの部分なんですけども、ガイズのマーク、カプセルをセット、マケット怪獣が吠える、うなるということで、まあ、カプセルをセットするといろいろな音が鳴るみたいですね。でメビウスのお顔が載っております。でここの部分にはウルトラマンメビウス、ウルトラシリーズ40周年ということで、今50周年なのでちょうど10年前ですね。ここに2006年って書いてあります。そしてリアライズ、マケット怪獣を召喚せよ、まあ、怪獣を召喚する召喚遊びがね、あのメインなんでしょうね。でここに日々の未来隊員が載っております。全マケット怪獣カプセルに対応だそうです。そしてこっち側にはね、あのカプセルが入っていて、全部で3個入ってるみたいですね。ミクラスが載っております。で裏面の方はこのような感じで遊び方が載っていて、1がカプセル型データ怪獣、マーケット怪獣ですね。これ召喚遊びができますよっていうことと、2番が通信遊び、こちら未来応答お願いしますみたいなね、こんな感じでいろいろ未来くんが喋ってくれるんでしょうね。で次がサーチ遊びで、怪獣詮索モード、ランダムに怪獣が出現してクルーガイズ発信信および怪獣詮索遊びが楽しめるそうです。で次が怪獣図鑑、50体以上の怪獣データが現れて、歩数計ギミックでレベルを上げて怪獣図鑑をコンプリートさせていこうということですね。まあこういった感じで液晶画面に怪獣がねいろいろ出てくるんでしょうね。で歩数計ギミック、持ち歩けば歩くほどレベルが上がり、怪獣図鑑がより充実していくぞということで、まあ一昔前というか、まあ今もあるのかな、ね、万歩計が内蔵されているおもちゃって結構ありましたよね。ポケモンとかでもなんかこう進化したりとかね、まあ、その類と同じ感じできっとね、こう歩いていって歩数がどんどん増えてくると、こういった見れる怪獣が増えてくるみたいな、そういった感じなんでしょうね。はい、それではね、中身見ていきましょう。はい、中身はこのような感じで、説明書とマケット怪獣のカプセル3個と本体1つになっております。でカプセルの方はこのような感じになっていて、ここにね怪獣が搭載されているんですけども、緑色に、ね、なっておりますね。そして端子がここにあります。これはミクラス、そしてもう一つがよっと、これがわかるかな、エレキングですね。で最後がこれがゼットンになります。ゼットンはねこんな感じですね。ちょっと光の加減でわかりにくいですね、すいません。で本体の方はこちらなんですけども、サイズとしてはそうですね、一昔前の携帯みたいなサイズになっていて、シャコッとスライドしてね、ここの中にこう数字のボタンが隠されてるみたいな、そういったタイプの携帯に似てますね。でトリガーがあって、ここにボタンが3つついております。でここの部分はねマーケット会場をねこうここに刺す感じになっていて、これが LED かな、こう光るような感じですね。で後ろの方はここに電池ボックスがあって、単4電池2本、そしてスピーカーです。で電池のねここの部分はあのネジ式じゃなくて押してスライドのタイプですね。はい、じゃあ電池入れていきましょう。でこれねスイッチがなくて、もう多分ね入れた瞬間に動き始めると思うんですよね。なのでどうしようかな、液晶何か映るといけないというか、単価映るようなこと書いてあったんで、このままいきましょうか。よいしょ、あ、なるほどなるほど、ちょっとね字が出てきたんで、これよいしょ、まず閉めちゃいますね。閉めちゃって、はい、クリアする、家入っていうのが出てきたので、これ多分ねデータをねそのクリアするかどうかっていう話なんですけども、どうしようかな。こういうのって前にやった人のデータ結構面白いからね、僕は見ちゃうタイプなんですけど、これを押すと、はい、家が切り替えられて、あのトリガーを押すとね決定みたいなこと書いてありましたね。じゃあデータはちょっと残した状態でいきましょう。じゃあこれ家でいきます。はい、起動しました。爆発の絵柄の後にリムエレキングが出てきて、ガイズのマークでございます。これがまあいわゆる通常の待機状態みたいな感じなんでしょうか。でもうこの状態ですでに歩数計がなんかねこう動いてるらしくて、揺らすと動くのかな、あ動いた、
わかるかな、あのリムエディキングが動いてるんですよ。揺らしたらわかんないよね。あのこの液晶の部分でリムエディキングがね歩いてますね。もうちょっとアップで見ようかな、はい、うん、動かなくなるとこのガイズの幕なんですね絶対この絵わかんないよ。うん、こんな感じでね歩数計がカウントしていくみたいな感じですね。ただ毎回音が鳴ってるから結構電池食うんじゃないかな。毎回毎回音鳴ってこの液晶を動かしてたらどうなんでしょうか。で遊び方の方ね、じゃあ他のやつ見ていきましょう。まずは通信遊びしていきたいと思います。ここのトリガーを引くと通信遊びだそうです。いきます。こちら未来応答願います。 GIG 日々の未来出撃します。はい、未来くんが喋ります。こちら未来応答願います。君も一緒に戦ってくれ。こちら未来応答願います。 GIG クルーガイズ出撃。こちら未来応答願います。一緒に地球を守ろう。こちら未来応答願います。ウルトラマンメビウスを知ってる。こちら未来応答願います。 GIG 日々の未来出撃します。はい、こんな感じで未来くんが喋ってくれるんですけど、何パターン音が入ってるのかちょっとよくわからないので、こんぐらいにしときましょうか。説明書にはね、特にこれといってね、こういった音声が鳴りますとは書いてないので、もしかしたらもっといろいろ入ってるのかもしれないんだけども、だいたいね、ウルトラマンメビウスって知ってるとか、 GIG 出撃しますとか、そういった感じなね音声が入っておりました。うん、こちら未来応答願います。 GIG クルーガイズ出撃。連射はできないですね。一回押したら喋り終わるまで、もう押してもね、反応しないみたいな、そんな感じになっております。それでは次、サーチモードやっていきたいと思います。サーチモードは、ここの3つのボタンの一番上を押すとスタートするようです。では行きます。これがサーチモードですね。ボタンを押すと、怪獣をね、こうサーチして見つけて、クルーガイズがね、発信するシーンがここでね、こう見れるみたいな、そんな感じですね。バルタン星人が出てきたんですけども、これは毎回バルタン星人なのかな？ちょっともう一回言ってみましょう。レッドキングが出ましたね。だから怪獣はいろんなパターンがあって、他の出撃シーンとかね、そういった部分は全く一緒みたいな、そんな感じなようです。次は図鑑モード行きたいと思います。図鑑モードはですね、ここの3つのボタンの真ん中のボタンを押すと始まるそうです。では行きましょう。はい、図鑑の本みたいな絵が出てきて、怪獣がねここに出てきましたね。ちょっと液晶のこの画面で怪獣を判別するのは難しいんですけども、これはアーストロンっぽいですね。ちょっとこのボタンを押すとまたねデータが出てくるようなので押してみます。おお、やっぱりアーストロンだ。こんな感じで名前が表示されて、もう一度押すと、身長体重、身長 60m、 体重 2.5 万トンということで、でもう一回押すと、はい、また新しい怪獣が出てきましたね。これ意外と難しいな。これはあれかな、アストロモンスかな。アストロモンス、うん、そうですね、アストロモンスですね。はい、で身長 60m、 体重 5.8 万トンという感じで、次がこれはあれですね、イカルス星人ですね。はい、イカルス星人で身長 40m、 体重 1.8 万トンという感じで、これが多分歩数計でレベルが上がっていくと、どんどんいろいろな怪獣が見れるようになるっていうことなんでしょうね。はい、ウーですね、これは。うん、この流れていくのすごいいいね。で、情報が身長 40m で体重は不明だそうです。うん、ガボラ、はい、結構いっぱい入ってるっぽいな。身長 50m、 体重 2.5 万トン。はい、キーラ、うん、で身長 40m、 体重2万トン。
ブラックキングですね。ブラックキング違う、キングジョーなんでブラックキングって、キングジョーですね。はい。で、身長55メートル、 4.8 万トン漂流戦車。これキリがないな、いっぱいありそうですね。身長60メートル、体重7万トン、キングザウルス3世ですね。キングザウルス3世と。で、身長105メートル、体重 2.7 万トン。クール星人。はい。身長2メートル、体重 0.07 トン。グドンですね。はい。50メートル、2.5 万トンという感じで、もうものすごいいっぱい怪獣が収録されているという感じでございます。長くなっちゃうので、これぐらいにしときましょう。で、次がステータスモードなんですけども、この、まあ、3つのボタンの一番下を押すと、ステータスが見れるそうです。では、押してみましょう。よいっと。ガイズポイント。これがね、なんか歩数計のそのメーターみたいで、ここが満タンに溜まるとレベルが上がるみたいな感じで、これはもう上がる寸前みたいな感じでしょうかね。で、もう一回押すとレベルが表示されるようです。行きましょう。これは、あれかな、もしかしたら、カンストしてるのかな、レベル10になって歩数計ももうマックスまで来ていて、これ以上レベル上がらないよっていう状態になってるのかもしれないです。ってなると、さっきの怪獣図鑑もきっと全部もうね、空いてるんでしょうね。あ、なるほどね。このまあおもちゃね、前遊んでいたお子さんはもうマックスまでやりきったっていうことなんでしょうね。で、これもう一度押すとどうなんだろう。おー、メビウスが出てきて、一緒に地球を守ろうと。これでおしまいかな。あ、これでおしまいですね。はい。ボタンを使ったね、遊びはこれで全部になります。では、この後ね、お待ちかねのマケット怪獣のね、召喚遊びやっていきましょう。はい、召喚遊びはですね、マケット怪獣のカプセルをここにセットすることによって始まります。セットする向きは自分の方にね、怪獣が向くようにセットでございます。いきます。はい、これでセット完了でございます。今ここにね、渦みたいな絵が出てきましたね。で、この後トリガーを押すと召喚なんですけども、メビウスご覧になった方はね、わかると思うんですけど、時間制限があります。60秒間しか召喚できないので、ここにね、カウントダウンが始まって、で、そのカウントダウンがね、こう減っていく中で、トリガーを押すと、いろいろな絵が変わっていったりとか、鳴き声が聞こえたりとか、そういった遊びができるようです。では行きましょう。ここは押しても反応しないんですね。うん、召喚がね、終わってしまいましたね。60秒経つとバニッシュになって、まあ、切れるんですけども、カウントダウン中は、まあ、トリガーを押すと3パターンぐらいだったかな。ミクラスアップと、ちょっと引いた感じと爆発みたいな、そんな絵のパターンが出て、鳴き声が聞こえてました。で、あとね、押すたびにここの部分がね、赤い光が光ったりね、してましたね。で、まあ、10秒切ってくるとカウントダウンが始まって、5秒切ると、何を押してもっていうか、ここのトリガーを押しても、絵が変わったりとか、鳴き声とか、そういったものも全部ね、受け付けなくなるみたいな、そんな感じでございました。
はい、遊び方は以上になります。でスイッチがないので勝手に電源切れるんですけども、切れる過程もね、いろいろ絵は変わっていくみたいで、30秒間何も押さないとリメイレキングが座り込んでしまうと、そして座ってから何もね押さないで60秒間経つと寝てしまうと、で寝てしまってから30秒間何も押さないと、まあ、画面が消えてスリープ状態に入りますよっていう感じですね。でまた遊びたいときは何かボタンを押すと電源が入るみたいな、そんな感じになっております。はい、デラックスガイズメモリーディスプレイを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。このおもちゃはね、すごいよくできていて、僕は大好きですね。まず鳴るでしょ、そして光って液晶が動いて歩数計もついていると。特に歩数計遊びが素晴らしくて、歩くことによって怪獣図鑑がね、完成していくっていうのは本当に楽しいと思います。まあ、ポケモン GO の2番煎じになっちゃうかもしれないけども、アプリでねこの怪獣を歩くことによって集めるものとかあったらすごいやりたいですね。で、まあ、あとなりきり遊びの方もしっかりね作られていて、未来くんの声も聞けるし、マーケット怪獣のカプセルをセットすればリアルタイムのね60秒の召喚もできるって、こういったところもね本当によくできております。でマーケット怪獣のカプセルの方はこの後もねいろいろ販売されたみたいで、僕 1,2,3 と買ってきました。なのでこの後ねマーケット怪獣のねその音声の確認とかそういったものの動画作っていきたいと思いますので、興味のある方はねまた遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。男は誰かのために強くなれ、女もそうさ、見てみたくて始まらない、これが正しいって叫ぶ日があればいい、これからそれだけ。